物語、短い物語なんですけど、そちらを、私が朗読しようと思います。では読みます。ザブーンザブーン。やあどうも、僕はイルカです。木でできたイルカです。普段はお家に住んでいます。しかし今日は気まぐれに窓から飛び出してみました。ぴょーん。おっと、飛び出しすぎて空まで飛んでしまいました。コウキさん、こんにちは。やあイルカ、こんにちは。僕はブーンと音を立てて飛ぶのさ。雲を貫くかっこいい音だよ。飛行機は得意げです。ブーンか、いいね。じゃあバイバイ。イルカは先へ進みます。あ、あれは山だ。大きいな。イルカは山を見つけました。山は大きな体を地面につけて全く動きません。あまりに動かないので山の周りはシーンとしています。何も音がないけどシーンという音がある。変なの。じゃあバイバイ。イルカは先へ進みます。山を越え、山を越え、次のまた次のまた次の山の上に二人組の女の子がいました。女の子たちはイルカを見つけると言いました。イルカがいる、山にいるイルカ、私たち初めて見たわ。女の子たちは驚いています。イルカは得意げに話しました。驚くなかれ、どんなイルカもいるもんだ。すると女の子たちは目を合わせて言いました。そんなイルカ、イルカ。女の子たちは笑い出しました。わーはは、わーはは、わーはは。山に笑い声が響きます。次第に声は音になり山中に響き渡りました。山が笑っているみたいだね。じゃあバイバイ。イルカは先へ進みます。谷の合間で風に出会いました。ピューピュー。風は大きな音と強い力でイルカの体をブンとどこかへ放り投げました。気がつけばイルカは海の中にいました。なんだここは、ちょっと不気味だな。タコはスイスイ、椅子はカラカラ、ワカメはゆらゆら、ゴミはバサバサ、いろんな音がします。こんなにたくさんの音を聞くのは初めてだ。全部聞いていたらキリがないや。音の間をすり抜けてイルカは先へ進みます。今日はいろんな音に出会ったな。僕の音が欲しくなってきたよ。イルカは今日出会ったみんなを羨ましく思いました。すると海の底の住人が、海の最初のキラキラしているところに行ってみたらいいよ、気に入る音があるかもよ、と教えてくれました。イルカは親切な海の底の住人に感謝しました。ありがとう、行ってみるよ。じゃあバイバイ。海の中の小さなふくふくした泡がイルカの体に当たってパチパチ音を立てます。見つけた、ここが海の最初だ。ザブーン、ザブーン、ザブーン。気に入ったぞ。ザブーン、ザブーン。イルカは何度も何度も繰り返しました。泣きながら声を上げて
Woo!